文久3年5月、長州藩はついに攘夷に踏み切った。だがその結果、長州はアメリカとフランス両艦隊から相次いでの反撃を受け、前田砲台は上陸占拠され、この戦争は長州の完敗に終わった。おこしやす。おかみか。当主に埼谷梅太郎殿はおられるか。埼谷藩。埼谷梅太郎とは龍馬の変名である。草加源氏、久しいの。一別以来です。おお、お前らもよう来た、よう来た。あ、上がり上がり。おかみ、坂本さん、ついに立つべき時が来ました。立つ？何が立つんじゃ。今日に朝廷政府の樹立です。我ら長州藩と交し、京にある土佐、肥後、播州、佐久州らの浪士団を放棄します。宮廷を占拠し、町々への放火、幕府機関である京都守護職と京都諸寺台を襲い、帝を擁して京に新政府を建てます。いや待て、地区と町や。おお、何です。坂本さん、なんか文句でもあるっちゅうですか。おお、ある。終わりじゃ。おまんら熱うになりすぎちゃる。ことをせきなや。その企ては無謀じゃ。無謀じゃない。油断をもってせんとことはなりません。いや違う、町々を焼くっちゅうのはいかん。ことをなすためには何をしても映画か、女子子供を殺しても映画か。うちの流れじゃ、やむを得ません。おまんら頭を冷やせ。歴史は民のもんじゃ。歴史を変えるのにその民を殺してどうするんじゃ。まだ早い。民の声の熟するのを待て。木熟せば人を殺さずとも維新はできる。坂本龍馬ともあろう人がそんな弱いことを言うちは失望します。少々恐れて何の大事がなりますか。おい待て、真中君。生じじゃと、女子子供の死ぬのが生じじゃっちゅうんか。じゃけど龍馬、不運は気を告げちょる。座して待てば国は滅びる。長州は待てん。日本は上海の二の舞になるんじゃ。おまんまでが疎外なことを言うか、元帥。あの京都御所がたかが何百何千の浪士団でやすやすと落ちると思うがか。第一、護衛の薩摩会津が黙っちょらん。無論作家連合とも一戦交える覚悟に。いかん。人が死ぬ、民が死ぬ、敵も味方も死ぬ。現在人を殺してどうするんじゃ。これからみんなでこの日本国をどうするかっちゅう時に、日本人同士で殺しようて何になるんじゃ。大義じゃ、坂本さん。男子は大義のために死する。違う。殺すな、死ぬな。ええか、現在木島君、真中君、国士はおまんらだけではないぜよ。薩摩にも会津にも幕閣幕臣にも民にも至るところに国士はおる。国を真剣に憂いておる者はおるんじゃ。ただそのやりようが考えようが違うだけなんじゃ。話し合え。まず話し合えば互いの誠は必ず通じる。新しい日本国のためにはみんなが大事な人間なんじゃ。ええか、無駄に死ぬな、無駄に殺すな。日本国は生まれ変わる。真中君、木島君、草加君、日本国のために死ぬな、殺すな。龍馬の願いは届かなかった。追い詰められた長州藩急進派はついに暴走して京都御所浜栗御門を襲ったのである。一方、藩の方針を転換して後部合体路線を進めていた薩摩藩はこの機に
長州を一気に叩き潰そうと会津藩の加勢を得て浜栗御門へ駆けつけていた。引けだ、引け御門に発砲しちゃいけんぞ。撃てば我らは朝敵となる。引け引け。龍馬さんすまん、暴発は止められんかった。真是的，なんでみんな死ぬんじゃ。なんでみんな生きて。